ふいよ。おお、来た来た、周山上司。うわ、来たね。来たけど、石垣なんかない。どうなってる。東尾根、今いるとこはね、東尾根ですね。もうちょっと先なんだね、本丸はね。東尾根、さっきのとこもだから、あの先行ったらね、南東尾根っていう車があるんだね。そっちも北東尾根、 あそこ白いね、あそこも車みたいですね、北東尾根ね。でさっきのところの先もね、南東尾根、あそこは北東尾根ね。こう枝状に車になってですね。でここが一番、まあ、手前の周山街道がね、一番見える場所だと思います、多分ね。下の道だとどっかこの辺に上がってくるのかな。あ、下の道、そうだね、そこだね、そこについてますね。よいしょ。ここになんか石垣だね、これ。石垣ですね。小さい、規模は小さいですけど。こっち側は、こっち側も石組んでるね。うん、だからこれを上がってきて、枡形小口門なんだろうね、これ多分。向こうとこっちでね、第一番目の下から上がってきてね、ここが門なんでしょうね。こうこっちも石垣があってね。ちょっと下回り込んでみましょうか。石垣残ってるね。木が邪魔してちょっとあれだけど、一応あの辺まで残ってるね、石垣はね。こうね、下からさっきの本当は左から上がってきて、ここでこう L 型にね入っていくときに門になってるんですね、これね。あ、氷梁蔵って書いてある。うん、蔵、この辺がだから蔵があったんだな、多分。すごいね。
なんか無造作に細かい石もねバラ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 置いてあるけど、さあここからまた急だよ。おい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 、よいしょ。これもだから直に登るんじゃなくてこっちって書いてあるね、白山、うん、この通りに行こう。直に登ると大変だ。よいしょ。こっちでも大変だね。よいしょ。なんか石がポロポロね散見されますね。こうね、まあ、石垣崩れて上から落ちてきてるのか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、なんか猿？なんだろう、鳥か。なんか木に登ってて、はあはあ、この辺はまたクヌギが出てきた。まあお城跡にはつきもんだよね、こういうクヌギ。ああこの辺も石垣だね。石垣残ってますね、そこね。この辺がだから石垣なんだね。いよいよ本丸かな。さあどこに登ってくるの？こっちか。これ折り返すんだ。本当はこの辺も全部石垣だったのかな、これ。ねえ。多分全部石垣だったんでしょうね、これね。まあ、この辺のクヌギとかはね、多分だいぶ後の時代に植えられて、で石垣の間にねこう入り込んだりしてね破壊しちゃったっていうのもあるのかもしれないね。
で、ここがなんか入り口っぽいね。こういう石垣並んでるしね。ここはなんか門の入り口っぽい、ね、三の丸。これで三の丸か。まあ四角の一応エリアにやっとねたどり着いた感じですかね。南面がこう石垣なんですね。北面は、あ、でも石一応積んではあるな。まあ、全部がどうかわかんないんですけど、一応積まれてはいますね。南面もね、あ、南の北面もね。鹿の糞がすごい地面にね、鹿の糞だらけ。あ、ここからも尾根筋こう歩けるようになってるね。南東斜面は石垣はない。まあすごい切り岸になってるからね、崖になってますからね、こっちはね。三の丸もさっきと同じぐらいかな。さっきのとこと同じ。10メーターね、4、50メーターってとこですね。奥行きが。あ、でやっぱくぼんでるし、ここがあれだね、門みたいな構造だったんですね。3の丸、2の丸、3の丸、2の丸か、2の丸。でこれはなんか土塁が持ってある。こっちは土塁、こっちはなんかこれも入り口。ここもなんかあれだね、入り口ってわけではない。まあでもあれかな、裏に通じる道かな、もしかしたら裏から回れるのかもしれない、ね、さあいよいよ本丸ですかね。そこはね、この辺はだんだん石が多くなってきたね。雪で真っ白。多分本丸だと思う。
よいしょ、集山城址。あ、見取り図すごい、なんか分かりやすいこれ。さっき上がってきたところ、ここか、ここがだからこう中が四角だね。小正丸、高屋の丸、馬屋の丸、うん、いやなかなか集山城址。集山城は明智光秀が丹波丹後平定後の1579年頃に丹波地方に築いた城で、食宝器の特徴、天守瓦葺き石垣造りを色濃く持ち、平城移行前の代表的な造りとなっている。丹波山地から京都へ流れる桂川と若狭から京都に続く西の鯖街道、陸の道が結節し、京都への要害要衝であった集山の地に築城され、標高509メーターの黒山山麓に全国的にも計の規模を有する石垣で築かれた石の城と土盛りで築かれた土の城で構成され、東西 1.3 キロ、南北 0.7 キロの壮大な規模である。廓跡や地下堀井戸が現存するとともに、その周辺には枡形などの小口や廓館を防備するための上り石垣など配置され、天守台にも今も残る凸型の入り口の上には重層の天守が築かれていたようである。1581年8月の十五夜に津田宗久が来訪して茶会を開催したという記述が残っており、城は完成期にあったと考えられるが、1582年6月の本能寺の変から数年後に廃城となり、その後は400年以上にわたる自然風化にさらされながらも、当時のままの壮大な石垣遺構等を数多く現存させている。今この城が注目されるに至ったのは、地元の先人たちの保全の取り組みと多くの山城城郭研究者の詳細な現地調査の中で作成されてきた縄張り図の賜物である。今後とも歴史的な遺構が正しく評価保存され、多くの来訪者に愛されることを念願する。2021年3月、集山城址を守る会、うん、素晴らしいね。さあ、ちょっと休憩しよう。休憩ね。さあ、今日はね、お昼カップヌードルね、こういうとこだとね、ちょっと体の頭でもないのかがいいですけどね。一番コンパクトにやるけどしね、今までは